私、子守歌を。マミーマミー、こらこら、待ちなさい、おちびちゃん。私はあんたのママじゃないわ。でも、マミー。そのマミーって呼ぶのはやめなさい。おいおい、泣かすんじゃねえよ。私はこの世に嫌いなものが2つあるの。ゴキブリと泣き虫よ。泣いてるゴキブリなんていたら気絶するわ。だから泣くのをやめなさい。はい、マミ。上出来。あんたこんなところをうろうろしててよく無事だったわね。それでお名前は？セレッサ。セレッサ。ちびすけ、あんたこの町の子じゃないわね。どこから来たの？お家から来たの。そう、それはさぞかし長旅だったでしょうね。それで何しに来たのかしら？パパがおいでって言ったの。そのパパは一体どこに行っちゃったの？お仕事に行くってどこかへ行っちゃったの。私もお家へ帰る。私はあんたとは一緒に行けないの、わかる？一人でお家へ帰りなさい。でも、マミー。ああ。いいわ、ちびすけ。ここから出してあげる。でも、すぐそこまでよ。あ、あ。ただし、泣き虫は嫌いだからね。いい？涙一粒でもこぼしたら置いていくわよ。わかった？オーケー、マミー。何なんだろうな。ただ気になるのは、この子も同じそのリボンつけてるんだよな。自分のちっちゃい頃とかじゃねえよな、マスカ。うん、気になるな。おそらくね、なんかその黒髪だし、似てるんだよな、雰囲気が。いやでも、こんなんブンブン振り回したら泣いちゃうでしょ。泣くでしょ、普通。さてと、次はどこだ？さあ、私の進むべき道はどこだ？こっちかな？お？幼い子のことを考えている。さすが、ノブネッタ。よしと。さあ、て行くぜ。ビグリット。ビグリット。ビグリットだ。いいね。何がいいのかわかんねえ。さてと、次のエロ本発見したぞ。ウィグリッドは近年巨大複合企業体、イザベルグループの大規模な開発により、その姿を大きく変えた。海の沖合に技術の髄を集めた巨大人工島、イスラデルソル、太陽島が建造され、多くの人々が移住して、近代的大都市へと発展を遂げた。一方、かつての文化の中心で、古い町並みを残す内陸部は、人口減少により衰退が著しい、点々点というわけだね。なるほど。まあ、真面目なエロ本なんだね。さて、ちびっこついてきてるな。よいしょと。あー、敵さんだ。行って。あれ、当たらない。当たらないぞ。ちょっと待て、当たらないじゃないか。ちょっと待て。ということはもう逃げた方がいい。行って！あ、ちびっこの体力もあるな、これ。え、どうすりゃいいんだろう。こっちに来ればいいのかな。え、あ、これでいいのかな。あ、痛い痛い。うん。え、どうするのこれ。あ、痛い。あ、ダメだな。やっぱヒットしないな。どうやら逃げるべきのようだな。あい、ちょっと待って、どうすりゃいいんだろうか。これは？あ、指パッチ。いや、当たらないでしょ。だよな。これどうするんだろうか。
当たらないもんね。え？あ、痛い。ちょっと待って、拾う。え、ちょっと待って、どうすりゃいいんだろうか、迷ったな。ちょっと待って、これてよしと、普通に、あ、壊れるじゃないか、普通に。まずいな。あー、デカブツが来た。よしと。あー、でもこの子置いてっちゃうとまずいのかな。よしと。こんな感じか。どうすんのこれ。よしと。よしと。ふう。あ、ちょっと待って、これ。よしと。これ普通にちびっこ攻撃食らってるけど、これ大丈夫なのかな。よいしょっと。ていっ。あー、なんかまずそうな気がするな。え、ちょっと待って、え、ちょっと、え、どうなってんのこれ。よいしょっと。あ、あ、いたいたいた、ちょっと、よいしょっと。さあ、よし、壊すぞ。さあ、こっちへ来るんだ、ちびっこ。ちょっと待って、どうなってんの。よいしょっと、指パッチン。やはりそういうことだな。ここら辺のアイテムを、ちょっと待って、あ、痛い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 。あー、くそ。よいしょっと、ふう。よいしょっと、あ、痛い痛い。よいしょっと、ちょっと待って。よしと。よし、ナイス。とりあえずこれで投げとけばいいんじゃないかな。さあ来るんだ、ちびっこ。よいしょっと。よし、いいぞ。ふう。危ない危ない。さあ来るんだ。逃げるぞ。ほ。よしと。よしと。アイテムゲッチだね。よし、ちょっとだけ回復した。よーし、マネー重要だからね。ふう。タコスケ。こいつ攻撃してこねえのかな。よし、行きましょう。またエロ本あるな。すごいね、ビグリッド。エロ本はそこら中だ。何何、三つの世界を結ぶ道。さて、この町の人間にはこの世は三つの世界、天界、魔界、人間界が重なり合って、三位一体構造をなすという、独特の宗教欄がある。それぞれの世界には霊的エネルギーの波長が異なるため、重なっていながらも、互いに住人同士が干渉し合うことはできないが、魔女あるいは賢者たちは、三世界の間にあるプルガトリオと呼ばれる空間を通路、点々点だ。あー、難しいな。よいしょっと。さてと。まあ、我々の世界にもね、まあ、幽霊のいる世界があると言われてますからな。これは何だろうな。調べる。うん。太陽の紋章だ。何か意味があるはずだ。さて、何なんだろうな。その前に、まずは、アイテムゲッチ。ていっ。よし。おそらくなんかね、ボス戦になりそうな気がするんだよな。奴と戦う気がするな。だってここにあるもん。ご丁寧にね。よし、まずは入りましょう。店長のお店に行きましょう。悪魔との取引は高くつくぜ。なんてな、一度行ってみたかったんだ。店長、商品を買いに来たぜ。どうしよう、これまだ買えないな。この真ん中が気になるんだよな。おそらく剣のやつだとは思うんだが、どうしようか。これ大活躍だね。
まあとりあえずまだいっか。いいよな。技を見るよりも、どうしようかな。やっぱこれが気になるんだよね。僕ね、これ欲しいんだ。ドゥルガークローン。これ買うとどうなるのかな。そこが気になるよね。買うとどういう効果があるのか。店長、帰ります。さて。おや、またアイテム取れるんじゃないか。ていっ。さてと、まずはこれだな。どうするんだろうか。あ、こっちですよ。こっちだ。行くぞ。パラディソ。展開に近いのかな。あ、敵出そうだな。ちょっと。あ、まずいな。まったく迷子になるわけだわ。うわ、まずいな。敵だらけだ。マミー。大丈夫。怖いのは最初だけよ。何事もね。で、ご用件は？もしかしてパーティーへのご招待かしら？デザートが楽しみだわ。相変わらずすげえな。ちびっこにヒットしないのがすごいね。ほら、このちびっこのリボンがさ、なんか似てる気がするんだよな。最高のおもてなしね。まさかダンスパーティーなんて。それじゃあちびすけ、よく見ておきなさい。ちびすけ、いい名前だ。ちびすけ。さて、このワンコロか、やだな。よし、グルリンコだな、これは。さて、ビーカ、スーパーキック。よいしょっと、どうだ。よし、ティッ、このワンコロ強いからな。よいしょ、ティッ、どうだ、まずい、まずい、よいしょっと、よいしょっと、もう一発、どうだ、よいしょっと、私は強くなってるぞ。いって、よいしょっと、こいつ、いって、よいしょっと、まずはお前だ、あと少し。よし、オッケー、よーし、あと一体、よいしょっと、よいしょっと、ふう、隙を見せたな。よいしょ、一刀両断。そしてスーパーキック、フィッ、爆弾です。よし、当たりやがったな。よし、よいしょっと、あばよ、よし、よし、よしと、まずい、ビームだ。よいしょっと、あばよ。さて、回転させてもらう。スーパーキック、どうだ、あばよ。ふう、疲れた。疲れたぜ。私の勝利だ。さてと、アイテム何かないのかな。いやー、でも綺麗だよね。ベオネッタこういうところいいよね。美しい。さて、こいつが、ボス戦なんじゃねえのか。こいつ何やってんの、さっきから。あらららら、ちょっと待って。隕石が降ってきてる。ちょっと。ちょっと待ってくれ。入って。ちょっと待って。ちょっとどうなってんの。まずいな。やはり。デカブツめ。あらららららら、ら、捕まっちまった。え？あららららら。
大丈夫これ。あーちょっと待ってよ、まずいな。よいしょっと、よいしょっと、よし、あーちょっと待て、かわそうと、よいしょっと、スピンだ、よいしょっと、ムチに変える、よいしょっと、よし、あーまずいぞ、クラッチ、また、よいしょっと、よいしょ、どうだ、落ちびっことになるぞ。すげえな、よく捕まえるな、こいつ。なんてやる、一刀でなくかわすぜ。よし、いいぞ。よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ、まずい、またくらい、危ないな。よいしょ、爆弾設置、よいしょと、まずい、危ねえ、よいしょと、あー、痛い痛い痛い、クライマックスだ、暴れろ、セミヌードショー。さーて、行っちまいな。さーて、パクパクするけど、ガブリンだ。どうだ、ガブガブするぜ、ガブガブ。じゃあな。目が光っとるな。あらら、嫌われてしまった。これ何なんだろうな。よーし、クリアだ。素晴らしい。おや？え？どういうこと？え？え、どういうことだ？あ、ちょっと待って、痛い！え、何が起こった？え、ちょっと、どう、え、ちょっと待って、どうなってんのこれ？ちょっと待って、回復する。よしと。どういうステージなんだ？ていうか、やつベヨネッタだったよね。ドッペルゲンガー的な。あ、ちょっと。ワンコロモード。走るんだ。よし。ちょっと待って、でも普通に考えたら、絶対なんかアイテムありそうな気がする。何？戻れないだと？あー。なるほど。あれ？え？どういうことだ？あ、連れ去られたらもうそれでジエンドだと。光あるところ影ある。なんだと？ってことはもうワンコロ勝負じゃないか。どうだこのワンコロ。あ、すげえなワンコロ。当たりもしない。ワンコロすごいな。よし、当たった。さて、ドッペルゲンガーだな、どう見ても。誰だこいつは。何の競い合い。セクシーポーズの。アホか。ドン引きだわ。よし、ちょっとちょっと待って、お前卑怯だぞこの野郎。てい、あばいよ、どうだ、てい、あばいよ、かかと落とし、どうだ、私は強いぞ、どうだ、爆弾、早速勝利です。もうなんなのこいつ、やばすぎだろ。上級3体なんちゃら天使ジョイ。ジョイか。まずいな、こいつは。あー、こいつ最高だわ。どうだ、あばよ、てい、よし、蹴りだ。爆弾はどうですか、確認だ。
はい、よいしょ、うん、グルガーだ、このザコめ。どうだ、素晴らしい。投げキッス、オッケー、よーし、アイテムゲットしたぞ。スケーターズワルツ、素晴らしいね。またエロ本ゲットしたな。何天界魔界人間界の3世帯が三密体構造をなすという概念のあるビグリッドでは、魔女狩りによってアンブラの魔女一族が滅ぼされた後、光を司る天界を理想郷とアダム、崇めるでいいのかな、教義が定着した。そして通常の人間では見ることさえできないと言われる天界の思いを、人々は様々な形で表現していくことになると。なるほどね。というわけです、皆さん。ちびっこどこ行ったのかな。おや、こんなところに。よいしょっと。よし、これで4つ揃ったんじゃないか、ウィッチハート。よし、揃ったぞ。素晴らしい。HP がさらにアップした。いいね。ガキンチョどこ行った、チビスケは。あれ、チビスケいないな。まあいいでしょ。よいしょっと。さて、帰ってきました。ウィグリッド、戻ってきたが、チビスケ結局、いないけどいいのかな。次のオブジェを背負っている。うん。美しいな。太陽と月を表す。どうなったのかな。いまいちちょっとシナリオが展開が早すぎてよくわからんな。おや、エロ本が。よいしょ。プロミネンスブリッジ。何なんだろうね。イザベルグループが推進するビグリッドの開発計画により、都市機能を備えた巨大人工島イスラデルソル、太陽島が建造され、これに伴って総距離 42.195km。マジかい、にも及ぶ幹線ハイウェイが整備された。ビグリッドの主要なエリアと島とを結ぶハイウェイは、案のごとく通行には厳しい審査が必要であり。はぁ、あ、はぁはぁ。この企業が何か関係してそうだね。調べる。はいはい。ここね、ヘイローね。これ取れんのかな？取れねえ。さて。なんかボス戦っぽいな、また。やっぱりな。おや！またこいつか。あれ？一緒にいるじゃないか。マミー！あらら。マミー？お前が？母親？チェシャー、冗談はやめてちょうだい。私が子供なんかに興味があると思ってるの？作り方なら興味なくもないけどね。いやまあ確かにそうだな。何動揺してんだ。作り方の話じゃなくて、その俺だって別に興味ないぞ、全然。そんな話は。お前前回の件からちょっと動揺だな。出たのは正解だったようだ。まんまとお前が現れるとはな。セレブなオエラ方どもが住んでるあの島に渡るとなりゃ、この先の海上ハイウェイを通るルート以外にね。どうだ、違うか。ああ、そうね。あの島へ行くところだったの。きっと素敵な場所でしょうね。あら、何の真似？何をとぼけてやがる。この子に妙な術をかけて連れ回して一体何をしようってんだ。魔女のやることは理解に苦しむぞ。
俺が親父を殺されたのもちょうどこの子くらいの。待てよ、お前、まさかこの子の両親まで俺の親父と同じように。考えてみればちょうどいい機会ね。その子あんたに任せるわ。何？ちゃんと面倒見なさい。出ないと承知しないわよ。目に見えない怖いお化けがあんたたちを狙ってるかもしれないからね。あらららら、マミー後ろよ。消えた。私が見えてる。どういうことなんだろうな。見えてるんだよな、あれ。気になるな。よし。さてと。いやー、まあ修行したからいつもよりかスムーズにはいったが、それでも死んじゃったな。さてと、エンジェルアタックのお時間ですよ。さてと、弾はいっぱいだぜ。さて、てい！あれ？ちょっと待って。そこ！あれ？ちょっと待って、ちょっと待って。てい！よし。てい！私の勝利。てい！てい！チョコ材な。てい！てい！よし、いいぞ。あー、しまった、いかんな。ていていていいぞ。ていていよし、あばよ。よし、エンジェルてい、エンジェルアタックてい。なんだと58か。どうしような。ヘイローに変えてもいいしな。どうしようか。ヘイローに交換しましょうか。そうだな。オッケー。ヘイローに交換。よし。よーし、なんとかね、無事にミッションクリアすることができました。ね、動画どうかな？このショーも1時間ちょうど経過してるんでね。まあ、おそらく30分ぐらいずつに、2本に分けてね。アップロードすると思います。この続きもね、また、楽しみにしていてください。じゃあね、チャンネル登録もよろしくお願いいたしますね。それじゃあ次のミッションでまた会いましょう。じゃあな！